はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。6時10分をちょい回りました。8月は3日のですね、土曜日でございます。これは昨日ですね、JB プレスに出た記事でして、日経平均急落、いよいよ大暴落始まる、クエスチョン、新NISA投資初心者は大やけどか、過剰流動性はもう限界を超えたというですね、中野安弘かなの正しい投資、沢上厚人×中野春吉かな、ちょっとこれ気になるから調べましょう。著名な投資アドバイザーですね、確か。読めませんけど、もう人の名前だから読めへんねん。中野春吉かな、こういう場合だいたい吉と呼んどるのは間違いないですよね。啓蒙の啓という字ですけどね、読めへんやん、どっかにひらがな書いてえな。春弘ですね、はい。ってね、対談記事になってるんですよ。で、この対談記事はですね、2月23日に出たものだ。今から半年前です。でですね、多分そのあれをね、昨日2000いくらっていう暴落でしょう、日経平均で。それに合わせて、おこれいけるとか出してきたんですけど、まさにね、あ、この人ら言うてること当たってるやんっていうですね、そういう記事ですね。半年前にこれ言うたはったんやと。いや、大暴落そのうち来ますよって書いてあるんですよ。すごいやあんたらと思って今読んだんですけども、当時NISAが入ってきて、みんながですね、今まで株やったことない若いサラリーマンが、よっしゃ株やとかって、やり始めた頃ですね、騒いでた頃です。僕NISAがいまいちよくわからないです。何やろうと思うんですけど、まあ株やってませんからね、もう持ってますけどね。まあそれはええんですけどですね、このですね、まあ要は投資顧問業界の投資アドバイザー業界かなという、よう分からんけど、じいさん2人ですよ。で、非常にその中長期で見る人ですよね、このお二方ともですね。それがまあ半年前に対談したかどうか知りませんよ、こういうのって。写真がね、対談してるシーンが写真に出てれば本当に対談してるんですけど、こういうのってね、編集者がね、両方の話聞いて勝手に対談したように書くんですよ、普通は。よく週刊誌とかで、対談してありますね、テーブルで両方いますんで。よく週刊誌とかで匿名記者座談会とかあるでしょ。あれ、座談会なんかしてませんからね。あれは全員に電話して、どうですか、どうですか、はいはいとかで聞いて、で、あたかも対談したように書くっていう、まあそう、まあ当たり前ですけど、いちいち人集めてね、お茶出してね、やってられへんやんで、だいたい聞かなあかんし。それで、ほんまに対談したらいろんな話が飛び出してきますからね、それはそれで面白いんですけど、もうまとめなあかんでしょ。ほんまに対談したらね、多分対談してもらって、テープ起こしをしながらまとめて記事にするまで1週間ぐらいかかると思うんですよ。でも一人一人電話して話聞いて言ったら2日3日できますからね。なんで、まあそろそろいいんですけど、これ対談なさってますね。で、これ今読んだらまさにですね、その通り、あんたら当ててるやん、すごいやん、みたいな。こういうので当たるっていうことは少ないんですけどもですね、まあ、この瞬間当たってますね。今日3日でございまして、明日4日ですね、5日また日経平均開きます。どうなるでしょうね、このね、不気味なんですよ、ものすごく。この下がり方というのが。で、昨日ガーンと2216円下がったでしょ。これ昨日のですね、底値に近いんですよ。35,909 っていうのは、昨日の底値はですね、35,880 ですから、底値からわずか29円しか上がっていないんですね。29円ですよ、2216円下がって。つまりですね、今にも底が割れそうなところで終わったわけですよ。で、時間外がね、軒並みね、1098円とか1110円とか安くなってるんですよ。時間外が2、4、6つぐらい指標あるんですけど、全部1000円を超えて安くなってますね。まあ、それいろいろ出方にあるんでしょうけども。でですね、その後のイギリスとドイツも、まあ、1.31 と 2.33% 下げてるんですね。で、ニューヨークも610、1.5 下げてるんですよ。
で、やや不気味なのがですね、ビットコインも下げてるんですね。まあ、ビットコインの下がり方はそんな大したないでしょ。でも、なんとなくこのビットコインというのに、一般人の不安感が出てくるんちゃうかなという私は思うんですね。それでもってですね、この、坂上さんと中野さんがなんでね、この下がると言うてるかというとですね、これを見ますとですね、過剰流動性というものなんですね。で、坂上さんなんかはですね、その、過剰流動性のですね、50年を見てきたというふうにおっしゃってまして、過剰流動性でこう株価が上がってきたと、なんでですね、それはバブルであるというなんだけど、今の若い人って過剰流動性しか知らない。僕なんかね、若いうちに入るんですよ、あの坂上さんから見ると。なぜかというと、日本の過剰流動性が問題になったのは1985年のですね、プラザ合意以降なんですね。そこから過剰流動性何かというとですね、あれです、世の中に必要なお金の量ってありますよね。これは日本銀行が日本円として発行するんですけど、必要な量以上に発行してしまうのを過剰流動性というものだと私は解釈しています。つまり必要以上にお金があるということです。ということは銀行の金庫にまずお金が行きますから、そこでですね、うんうんうんとうなってるわけですよ。で、借りませんか、借りませんかって言ってるから、みんなを借りるから借りると。しかも金利が安いから、みんなどん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 借りるわけですよ。で、これが過剰流動性で、まあ、必要以上にお金が出回るんでですね、景気が良くなって株価も上がるという状況ですね。でですね、これが世界的な傾向なんです。実は日本は1985年のプラザ合意から始まりましたけども、そのもっと原点のですね、過剰流動性は1971年のニクソンショックというものなんですね。何かと言いますと、もうこれももう本当に53年前ですから、歴史ですよね。私はかすかに覚えています。子供の頃でした。9歳の頃でした。なんかニクソンショックやってみんな騒いだはるんですよ。近所のおっちゃんおばちゃんのあのお店の人たちがですね、いやなんか景気悪いね、ニクソンショックやねって言うたはった。なんとなく覚えてますよ、9歳ですから。何かと言いますとですね、アメリカのニクソン大統領がですね、金交換を停止したんですね。それまでですね、アメリカは金本位制と言いましてですね、自分たちが持っている金の高に合わせてドルを発行していたんですね。で、1971年のニクソンはそれをやめるって言ったんです。やめるって言ったんです。とすると、途端にですね、通貨が、まあ、簡単にはドルが暴落したんですね。それまで1ドルですね、360円の固定ちゃうわ。いくらやったかな。360円だったのか、それまでか。それが、なんか変動に移ったかな、その頃に。そしたら一気に200何円とかになって、と。そうするとですね、どうなるかっていうと、輸出ができなくなるんですね。当時日本は物作りでしたから、物を作って世界に輸出する。メイドインジャパン安くていいものとですね、最初は安くてしょうもないものって言ったんだけど、それは中国と一緒ですよ。出足は一緒、みんな。その頃なんで、で景気は一気に悪くなったみたいな話があったんですけど、まあ、それからオイルショック等を経まして、ですね、だんだんですね、どう言いますか、アメリカの景気も良くならないんですね。で、ちなみにその1971年以前は、確か1オンス36ドルやったかな、39ドルやったかな。で、交換すると。ただドル持ってったらですね、36ドルか39ドル持ってたら 1オンスくれはるんですよ。いや、ほんまですよ。やってたのがですね、それを一切交換しませんとなって、今1オンスいくらか知ってます？今1オンスですね、これも市場で買うしかないんですよ、金は。1オンス2486ドル。昔は39ドルで買えてん、これが。要はドルの価値がそんだけ下がったということですね。およそ70倍、65倍から70倍下がったと言われてます。つまりですね、簡単に言えば1971年時点に比べて、世の中に出回っているドルの数は少なくとも70倍たくさんあるということなんです。過剰流動性でしょ、これ。そんだけお金が出回るということは、そのお金はどっかに回るということなんですよ。つまり必要以上なお金がもういっぱいその辺回ってるわけですから、それが株に行きますよと。で、株は上がりますよということなんですね。でそんなこう過剰流動性でごまかしやってきたですね、ことはですね、とりあえず経済成長して株価上げようとやってきたのをそろそろですね、生産するときちゃうんかというのが今やでというのがこの対談ですね。で、お金はいっぱいあるもんですから、経営も緩むわけですね。
隠語から安易にお金が借りられるんでですね、本来潰れるべき会社も潰れていない、いわゆるゾンビ企業というやつですね。なんか日本でもうじゃうじゃいっぱいあるわけです。でそろそろそれを清算するときちゃうんかというのがこの梁先生のですね、あれでございます。私はもう全面的にフェアなと思いますよ。まあそれが今なのかもうちょっと先なのかは分かりませんけどもですね、昨日がですね非常に不気味な動きであったということですね。これぜひ皆さんね、これぜひ読んでほしいですね。JB プレス半年前に出て、半年前にも読んだような気もしますけどね。はい、一応アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。